トマー・シュシャラムンは、スロベニアの詩人を呼び翻訳家。ザグレブで生まれ、ルブラナで育った。1960年に、コペルのギムナジウムを卒業し、1965年まで、ルブラナ大学で歴史と美術史を学んだ。研究の傍ら、オホと呼ばれる、スロベニアの芸術集団に参加した。弟デガカのアンドラー・シュシャラムンもこの芸術集団内で活動していた。 1969年からのルブレアナ近代美術館での下積みを経て、1971年にはルブレアナ大学美術アカデミーで美術史の助手を務めた。1970年、シャラムンはイタリアのピサの大学院で3ヶ月の間勉強し、同年7月にはニューヨーク近代美術館に前述の芸術集団、オホの一員として招待され、1ヶ月滞在した。 1971年の秋には、アメリカのアイオワ大学から招待を受け、1972年まで、比較文学、文学理論学科で活動していた。その後、ニューヨークのサラトガスプリングズにあるアーティストコロニー、やっとに2ヶ月間ずつ、3回にわたって招かれ、創作活動を行った。自身の死のほとんどは、海外で創作されている。 詩の創作は1963年から1964年の間に始めた。オホに所属し、ルブラナ、ベオグラード、ザグレブ、ニューヨークでのオホの展覧会で作品が展示された。また、クランでは古典を開いた。シャラムンは1993年に、ムラディンスカ・クニーが出版の文庫、コンドルに詩集が収録されたことによって、スロベニアを代表する詩人として認められた。 2005年には、スロベニア芸術科学アカデミーの巡回委員に選出された。シャラムンの本は30冊以上が翻訳され、現在までに18の言語で翻訳、出版された。シャラムンが60年代に発表した詩は、政治的に挑発的な内容だったが、その当時、シャラムンは、セルビアのシュルレアリスト詩人で、ユーゴスラビア共産党中央委員会の一員だった。 オスカル・ダビチョの援助も受けた。国際誌フェスティバルや国際ライティングプログラムなど文学作品執筆の場、あるいは自身の巡回朗読会の中でゲストとして姿を見せたのはほとんどがアメリカでのことだった。バーモント大学、アイオア大学、サラ・ローレンス大学、ハーバード大学、コロンビア大学、ジョージア州立大学、マサチューセッツ大学アマーストコ、エモリー大学、 ミシシッピ大学に招かれた。2002年5月にはドイツ学術交流会の芸術プログラムの審査員によって1年間ベルリンに招かれた。奨学金は世界中の作家に授与された。シャラムンは戦後第二世代を代表する人物で、その中で最初に現代史の型を確立した。それは社会的リアリズム、象徴主義、実存主義における伝統を打ち破るものだった。 シャラムンは30の詩集を出した。最初の詩集、ポーカーで自身の言語を使っているが、その前にもすでに使っていた。その言語によって従来詩においてタブーとされていた言葉を導入した。シャラムンは自分の詩に合うような形でそのような言葉を使っている。また、一人称では書いていない。シャラムンの詩では私が言語や隠された語り手の形になっているため、 自身から直接伝える箇所はない。ありがとうございます。